オルビアインスタントデコへようこそ。オルビアインスタントデコはですね、ワードプレスブログのページまたは記事の上にですね、エフェクト、特殊効果とか、あとはデコレーションですね、こういったものを設置することができる。そうすることによって訪問者の注目を勝ち取りですね、滞在時間を長引かせると、まあ言い換えれば巻き込み装置として、まあ機能するよといったプラグインになります。まあご覧いただいているのがフロントエンドですね。まあテスト記事なので見栄えは悪いんですけれども、こちらですね、一番上のワードプレスツールバーを見ていただきたいんですけれども、アドページデコレーターというメニューがあるんですけれども、こちらにマウスオーバーするとですね、イメージ、スノーエフェクト、雪のエフェクトですね、ビデオ、そしてノート、ボックス、これらですね、5つのメニューが表示されます。例えばですね、ビデオをクリックすると、このようなポップアップが開きます。そしてですね、YouTube ビデオなんですけれども、こちらですね、フル URL ではなく、まあ、ID イコールの右端ですね、ID をこちら入れていただきます。まあ、あとはですね、自動再生が Yes、No、そして横幅、縦幅ですね、こういったものを自由に設定することができるんですけども、例えばこちらボタンをクリックすると、そうするとですね、はい、こちらにビデオが今設置完了しました。そしてですね、こちら方向のアイコンをですね、ドラッグすることによってお好きな場所に設置することができるよと。右のペンアイコンをクリックすると、まあ、編集することができるよと。まあ、詳細の編集を行うことができます。そしてですね、まあ、赤いデリートボタンをクリックすれば、もうこちらで削除す完了したよと言ったようにですね、もう簡単にですね、まあ、設置することができると。例えばそのページ自体に、例えばビデオを設置するのとは異なりですね、まあ、ポストイットじゃないんですけれども、そのページ、フロントエンドの上にですね、まあ、ビデオを設置、イメージを設置、もしくは全体的にですね、雪を降らせる効果ですね。こういったものを追加することによって、やはりですね、そこに巻き込み装置としての機能を発揮していくといったような、まあ、機能になっております。雪のエフェクトを管理する。例えばですね、こちらで雪のエフェクトを選択した場合には、その管理においてはですね、こちら、マネージスノーエフェクトというボタンをクリックすることによって詳細を設定することができます。例えばですね、今お見せしたビデオなんですけれども、右側にペンアイコンが出ます。しかし、雪のエフェクトをですね、雪のエフェクトを選んだ場合ですね、はい、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、今雪が降っているんですけれども、こちらペンアイコンをクリックすることはできませんので、そのためにこちらのボタンがあります。このようにですね、もういとも簡単、即座にですね、まあ、あなたのワードプレスブログをですね、まあ、際立たせる効果、特殊効果およびデコレーションですね、こういったものを設置することができます。繰り返しになりますけれども、効果としてはイメージを表示させる、そして雪のエフェクトをかける、そしてビデオを設置する、もしくはノート、そしてボックスですね。ノートには、まあ、テキスト文字等を入力してですね、ポストイットのような感じで使うことができるよと。そして、まあ、ボックスですね。まあ、こちらにも非常に細かい、まあ、カスタマイゼーションを行うことができます。ぜひですね、あなたもオルビアインスタントデュガを使ってですね、あなたのワードプレスブログをスタンダードさせてください。ありがとうございました。